はい、どうも皆さん、こんにちは、ふときらです。ベルトお菓子の有事局でやっていきたいと思います。はい、じゃあ、新エンドに向かってね、どんどん突き進む、イェイイェイっていうことでカット。はい、じゃあ別エンド撮っていこっか。別エンド撮っていくか。こんな、あんなしんみりした終わり方でさ、うん。何やっとんじゃって話だよな。はい。ここで死ぬのかな。お、死んだ。死んだ。マジか。はい。ここまでは一緒。ここまでは一緒。ここも一緒？もしかして。ここも一緒？一緒。一緒。うわあ、うわあ、おう、よし、変わった、変わった、変わった、うわあ。え、どうしたの、どうしたの。あ、うんす。うわあ、虐殺したな。はあ、はあ。え？ベル、本当にお前なのか？こんなに、こんなに死にたくなるほど頭がおかしくなりそうになっているのに、お前の顔がわからないんだ。なるほど！いや、こっちのエンドもなんかいいような気がする。なんか、ハンスが、美味しそうだぜ、ベル。え？これは問題です。大問題です。待て待て、美味しそうだぜ、ベルって最後のね、最後ね、ちょっとね、最後、最後ちょっと、その言い方はちょっと怪しいぞーってなってたぞ、俺の中では。ちょっと怪しいぞ、お前、ちょっと。おい。おい、ちょっと、極意飲ませてください。ああ。お前、美味しそうだぜ、ベルって。おい。お前、はい。ってことでね。まあ、エンド開始は全部終わりましたね。はい。あ、嘘だ、嘘だ、嘘だ。俺最初にさ、うん。最後のエンド取っちゃったんだよね。だから、よし、じゃあね。最後のエンド、どうぞ！まあ、話だけは、見ていきましょうか。はい。レイチャっていうのは、何？友達だったのか？だったらよかったんだけどね。レーチャーが殺されたって分かって、さっきすごく分かったけど、全然悲しいって思わなかったの。あの子いなくなったら、あの子のパパもママも村の人たちがみんな悲しむのに決まってる。だから友達ができないのかな、私。この顔のせいだとばかり思っていたけど。恐ろしい目に遭うかもしれないことを分かっていて、付き合えば誕生日会に呼んでやるなどと、いうような奴と友達なんぞになる必要は俺はないと思うがな。ハンスってひどいこと言うのね。ありがとう。お前の言っていた青い髪の少年。見てよ、彼がどうした？捕まっている様子はなかったが、この家まで一緒に来たのは間違いないか。うん、レイチャーとミケと三人でここまで来た間違いないわ。はっきり覚えているもの。全然それから何があったか全然思い出せなくて、ミケは友達か？まさか。こんな言い方するとかわいそうだけど、ミケも友達がいなかったの。でもミケはレイツアのことが好きでね、いつも彼女の後について行って、レイツアもそれに気がついていた。
レイチャーがどんな無茶を言っても、ミケは結局彼女の言う通りにしてしまうから、面白がってたみたい。ミケ、最後まで探検なんてやめようよって言ってたのに、結局付き合わされて、先に村に帰っていたらいいんだけど。お前の親は、お前がここにいることを知ってるのか？うん？夜中に抜け出してきたから、もし今夜が明けていたら、きっと村中大騒ぎになってるだろうな。お前の帰りを待っているだろう。心配してくれるかな？娘を思わない親などいない。ハンスって子供がいるの？は？だってパパみたいなこと言うんだもん。クスクス。愛されて育ったんだな、お前は。ハンスいる？あ、どうした？妹さんのことも聞いていい？何をだ？マルガレーテっていうのね。あ、マルガレーテだ。愛称では呼ばないの？ハンスはヨハネスなんでしょ？あいつはきちんと名前を呼ばれないと嫌がるんだ。へえ、そんな子もいるんだね。私、ベルニーダって呼ばれたらなんだか堅苦しい感じがしてあんまり好きじゃないな。いい名前なのにな。私の名前が？あ、俺はベルディーナは好きだからな。食べる方のでしょ？ハンスのバカ。ねえ、ハンス聞いていい？なんだ？ハンスって甘党？胸元にある包みはバームクーヘンでしょ。有名なお店のなんていう名前だっけ。甘党か、そういう系を、うん、されたことなかった。そうなんだ。妹さんも甘党なの？妹は違う。というか、俺は甘いものにしか口にできないんだ。え、何それ。生まれつきミルクとチョコレート、それから甘い菓子しか口にできなかった。何を口に入れても吐いてしまう。それって病気？生まれつきの病気と呼んだ方がいいのだろうか。大変なのね。そうでもない。俺はな。お腹すいたな。バームクーヘンを渡す。え、でも、これすごく高級なやつなんでしょ？ママが言ってたものを一度食べてみたいけど、とても買いに行けないって。いつ食えなくなるかわからんだろう。今のうち食っておけ。怖いこと言わないで、すまない。私こそごめんなさい、ハンスは気を使ってくれたのに。ねえ、ハンス、一緒に食べてくれる？せっかくのバームクーヘンも、一人で食べたらきっと味がしないわ。そうだな、付き合うぜ。うん、美味しい。あ、うまいな。ねえ、ハンス、これ一人で食べるつもりだったの？マルガレーテは甘いもの好きじゃないんでしょ？いや、あいつに食べさせるつもりだった。甘いものが好きじゃなくても、あ、食べたくなるって。もう文句だったんでな、そうなんだ。本当に美味しいな。ふふ、美味しいね。なるほど。よし、じゃあカット。ねえ、ハンス。どうした？助けてくれてありがとう。礼を言うのはまだ早いぞ。うん？ハンスがいなかった。私一人で魔女いるのをキッチンを抜くと追い抜けたりできなかったよ。ハンスがいなかったら、まず牢屋から出ることだってきっとできなかったし、今ここでハンスとお話しすることもできなかった。私、ハンスと出会えて嬉しいって思ってるの。だからありがとう。まあ一人でいるよりマシならよかったな。違うよ、ハンスだからよかったんだよ。私の顔を見て、話をしてくれて本当にありがとう。ねえ、ハンスはどこに住んでるの？ラクリッツ村の人じゃないけど町の人なの？なぜそんなことを聞くんだ？行ってみたいから、ハンスが生まれた場所、育った場所、きっと素敵なところなんだろうな。ねえ、一緒に出ようね。ハンスきっと無事に帰ろうね。それも悪くないかもな。ちょっと極意飲みます。極意の梅味うまいんだよ。よし、オッケー。なんなんだ、ここは一体。普通の人間のふりをして楽しい。はい。あ、楽しくないよ。普通の人間のふりって言ってもさ、あれだよ。すごいさ、この交換音怖いんだよね。私が見えないの？私は見える。もうやめろー。
ベルに指一本触れてみろ。俺は何をするかわからんぞ。貴様！うん。どこに記憶しよう。どこに記憶しようかな。最初かな。ここでね、ちゃんと答えないとダメなんだよね。ここは栗色で、瞳は、バラ色な？瞳はバラ色な？服はバラ色な？首のリボンは、バラ色な？肌は、これかな？おお、よしよしよし、覚えた。おお、いるじゃん、ベル！ベルいるじゃん！やったね！やったね、いる。ハンス、ベル、ギュッ、うわー、ちょっと待って、スクショ。スクショ。はい、ハンス、ベル、ハンス、おー。いやー、拍手してしまった。うん。ハンス痛いよ、離して。あー、すまない。お前を見つけられた。ね、ちゃんと向き合えばわかるんだよ。ああ。いや、お前だから分かったんだ。俺は妹でさえ人混みに紛れてしまえば俺から見つけることはできなかった。見つけてくれてありがとう。ああ。ここは元の部屋だよね。ああ、さっさと逃げ出す方法を見つけないと。うん、行こう。よし、これでね、エンドは変わってると思うんだよね。うん。いや、うん、もろ攻略見てっけどさ、もろ攻略見てっけど、許してちょ。許してちょ。うざいね。うざいね。超うざいね。許してちょとかうざいよね。ほんとすごいうざいと思う。友達にやられたらすごいうざいって感じするかも。何言ってんの？俺すごく長い階段。転ばないように気をつけろよ。ガタン。いた。はいはいはい。はぁ、あ、はぁ、あ、ヒース待って。ここで殺される場面なんだけど、ここで殺されるかどうかだね。そこから逃げられるの？おぉ、逃げられたんだ。よし、怖い。でも行かなきゃ、シースが行ったんだもの、きっと大丈夫。おぉ、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 死ななかったね。ハンスを助けなきゃ。おぉ、死ななかったよ、感動。ここだけでも感動。ここでじっとしていても仕方ない。どうすればベルを助けられる？どうすれば？これでね、エンドが変わってると思うんだよ。うん。そう、あっさり殺しちゃうんだね。すまない。なぜ謝るの？10日間もお前を一人にした。考えてみれば母さんが死んで20年。俺は1日経ってお前を一人にしたことはなかった。うん。ここは同じだね。おお！変わった、変わった。もろ変わったね。まあ、もう、行く場所が変わったもん。ここは、どうして？目覚めたばかりのお前が俺に叶うと思うのか。え？嘘でしょ？ハンス！ハンス！え？魔法使えんの？違うか。力の制御を聞かず無意識に眠っていた連中を呼び起こしたり、この者お前の思念だけが歩き回ったり、本当にどうしようもないガキだな。ハンス、あなた魔法が？孤独と恐怖が7日目に呪いを生んだ。母さんに鳥籠の中に、閉じ込められて7日目。お前が母さんを殺す時には、俺はもう人間じゃなくなっていたんだ。へぇー。だが俺は人間でいたかった。母さんとお前とこの家で、一緒に暮らしていけたらそれでいいと思っていた。お前にも人間でいてほしかった。どうにかなると思った。俺もお前も普通の人間として生きていけると思っていた。だが甘かったな。ちょっと待って。一回カット。はい、喉の調子が悪かったんで。だが甘かったな。俺たちがマリア・マグダレーネの子供として生まれた時から、人としての人生など歩めるはずがなかったんだ。おー！ハンス！ベル無事だったかよかった。ハンス？俺は妹と話がある。お前は村に帰れ。ハンス、話が終わった。私の村に来てくれる？ハンス、一人で逃げろと言ったはずだ。お前と行くつもりはない。
俺はこの家から出ていくつもりはない。ハンス！ハンス死なないよね。誰も私の顔を見てくれなかったパパもママもみんな、あなただけなんだよ、ハンス。言ったはずだ、俺には見えてないだけだと。違う！ハンス、見つけてくれたじゃない！私のことあの真っ赤な場所で、ちゃんと本当の私を、ちゃんと私のことを見てくれるのはハンスしかいないんだよ！死なないで、お願い！俺がお前を助けようと思ったのは、妹にこれ以上人殺しをさせたくなかったからだ。お前じゃなくても俺は同じようにした。なんで嘘つくの？そんな顔で言われても信じられるわけないじゃない。俺は今どんな顔してる？じゃあベル、二度とここには来るなよ。ハンス！シール、ベルを頼んだぞ。何？離してヒースダメだよ。ハンスを置いてっちゃダメ。ハンス！お前のことも大切だったゼベル。おぉ、ほぉ、ハンス？ピアス落としていたぞ。よかった、ハンスが持っていたのね。ずっと探していたの。せっかくハンスがくれたものだったのに、見つからなくて、なくなってしまったんじゃないかってずっと怖かったの。うまかったか？何の話？食っただろ？金髪の美人な女の子。ああ、美味しかったわ。20年ぶりだもの。本当に美味しかった。ハンスってばいつも牛や羊の肉ばかり買ってきて、私に食べさせるんだからもう嫌になってたのよ。それならよかったな。最後にうまい肉が食えて。ん？おお！なーるほど。いやー、熱い熱いや。かまどに押し込められた母さんだって痛かったさ。生きたまま焼かれたヘンゼルも。かまどで、釜茹でにされたグレーテルも、お前に殺された女の子も。やめて、ハンス、お願い、助けて、助けて。あいつら、本当に家畜だったか？考えたこともなかっただろ。でももういい。お前と母さんと三人で暮らしたな、この大昔の家で。ずっと一緒にいられたらと思っていた。ここが人食いの魔女の家でも、俺にとってはかけがえのない場所だった。ただいま。ここ、森の入り口。ハンス！ヒース？ヒース？え？あ、そっか、魔法が切れたんだね。ハンス！おー、グッドエンドかな？グッドエンドかな？別エンドかグッドエンドかはわかんないけど、トゥルーエンドかな？おぉ、かっけえ、歌。歌かっけえ。はい。ありがとうございました。ベルとお菓子の家、実況プレイね。多分ね、あれだよ。俺さ、ベルとお菓子の家さ、これさ、最初にさ、別エンド出しちゃった、グッドエンド出しちゃったのかもしんない。うん。わかんないよ。うん。最初に俺、最初にグッドエンド出しちゃったのかもしんないけど、わかんない。他にもエンド見てみるけど、ここでね、一応ここで、言っとく。面白かったですみたいなことね。感想。ちょっと待ってね。よし。ベルとお菓子の家。ほんと面白かった。ね、なかなかできたお話なんだよね。で、やっぱり、ハンス、いるじゃん、ハンス。ハンスさ、すごいかわいそうなんだよね。普通の人間になりたかったのに、周りが、食人症？うん。まあ、妹はもう、やっぱりお母さんにちゃんと似ちゃって、うん。で、ハンスは？うん、本当は、うん、人の肉食べちゃって、美味しいってなってたんだけど、でも俺は、ちゃんとした人間でいたいんだっていうことで、自分でいろいろ工夫したりね、うん、いろいろ工夫したりとかなんだ、うん、やっぱり、
普通の人間でいたかったんだよね。だけど、ね、やっぱり、無理だって。無理だって。ほんとね。俺がハンスの気持ちだったら、すごい、なんて言うんだろう。嫌になると思う。うん。いや、でも、人を食べちゃって美味しいってなっちゃって俺も食べるって感じになるのかもしんない。俺でも。だけどさ、ハンスってさ、あれだよね。そうなってもさ、やっぱり、普通の人間でいたかったんだよね。うん。そこだよね。ベルもさ、他の人からさ、いろいろいじめられてさ、まあ、ほんとね、自分に報いくるよね。やっぱり自分、おっと?おっと?おっと?おっとおっとおっと?ほほほほほほ。ベルね。あー、かわいそう。すごいかわいそう。ベルかわいいじゃん。ベルかわいいじゃん。ねえ、ほんと。すごいベルが一番辛いと思う。いや、ハンスも辛いよ。だけど、ベルも、すごく辛いと思う。だって今までで初めてね、今まで初めて、ハンスがね、ハンスしかちゃんと見てくれなかったのに、そのハンスがね、目の前で、死んじゃうんだよ。うん。すごい悲しいと思う。もうさ、俺がベルの気持ちになって見るよ。うん。すごいね、俺も、自分も死にたくなるかもしんないね。いや、死にないけどね。まあ、自殺っていうのは難しいけど。ハンスは、やっぱり、あれなのかな?普通の人間でいたくて、でもベルも好きで、マルガレーテも好きで、お母さんも好きだったんだけど、普通の家庭は無理でした。普通の生活、家庭生活は、うん、家庭生活ってなんだ?うん、普通の生活は無理だったんだろうね。うん。壊れてんだよね。え?バームクーヘン買ってきたの、ハンスにあげるね。誰かいるのか?お、ハンス!誰だ、そこにいるのは。ベルディーナ、ベルだよ。ベル?ハンス!ベル。ハンス、相変わらず美味しそうな名前だな。バカ。終わりましたね、ベルとお菓子の家。いや、俺はね、あと一つエンドをゲットしないといけないけど、これは最後に入れときます。はい。これは最後に入れときます。うん。いや、ねえ、ジグルさん、本当物語作るのうまいよね。まさかね、まさか妹がね、魔女だったとは。うん。ねえ。ハンスね。いや、ハンス。ちょっと辛いね。いや、俺も、ね、初めてのこんな怖いホラーゲームをやったの。うん。こんな怖いホラーゲームやるの初めてなんだよ。まあ今までいろんな作品やってきたけど、いや俺そんなにやってきてないか。うん。
もっと怖いもあるもんね。た、うん。いや、言わないけどさ、名前は。うん。でも、俺が、実況とか抜きでやったやつの中で一番怖かった。いや、怖さも出してるのに、怖さもちゃんと出してるのに、こんなに物語ができてて、うん。ちゃんとキャラクターもできてて、キャラが濃いとか、いや、何言ってんだ。うん。やっぱね、ハンスには生きてもらいたかったけど、俺には。やっぱり、ね。やっぱりね、ってなんだよ。よし、じゃあ終わるか!終わろう!ね。もう、結構俺は、思い出に残ってる、このゲーム。うん。よし、終わるか。ベルとお菓子の家実況プレイ終わります。ご視聴ありがとうございました。また違う実況で会いましょう。さよなら。